はい、ちなみに自分にあのクリスマスプレゼントくださいって言うと、はい、あの宿題を出されるんで気をつけてください。だって受験に受かる可能性が一番高いのがサンタとしてはプレゼントとしてはね、やっぱ武田塾チャンネル。もう12月か、年末か、ね、最後の追い込みの時間ですね。もう、はい、みんな焦ってますね、うん、はい、だからもね、最後だからこそ後悔ないようにね、はい、しっかりやりきって、はい、もう完全燃焼して受験を終わらせてほしいですよね。そうですね、僕もここから逆転したんで、うん、まだみんな諦めないよ、はい、そうですね、はい、ぜひ。でもしね、最後何やるか悩んでるようであれば、うん、ぜひ相談してもらえればと思いますので、はい、そんな受験生の相談に答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。川先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問は、うん、受験でクリスマスが辛いです。うどうしたらいいですかという。それは受験関係ないんじゃないかって気がするの。まあ周りが浮かれている状況は嫌だってことなのかな。そうですね。クリスマスか。高田先生、現役時代クリスマスでなんかどうだった？テンション下がった？いやもう僕はもう何て言うんですかね。みんながクリスマスで楽しんでる中、もうこの今年のクリスマスだけはもうしっかり勉強して来年のクリスマスめちゃめちゃ楽しむぞって奮い立ててました、自分。いいね、そういうのね、はい、うん、いやそうですよ。だって、ね、もしここで頑張ってちゃんと、ね、志望校に合格できれば来年はその行きたかった大学生となって、はい、行きたかった大学の大学生となってクリスマスが過ごせると思うことがやっぱ大事かなっていう。そうです、特に、うん、僕普段関西にいるんで京都とか大阪とか、うん、京都駅前とか、はい、関西の子たちはで早稲田とか、はい、マーチとか目指してるって子は来年東京でクリスマスが待ってるぞと、うん、いうことで、すごいウキウキさせてますけど、うん、そうですね、やっぱり大学生になったクリスマスを満喫してほしいなと思いますね。ここで逆に言うと、ここで例えばクリスマスの誘惑に負けてね、うん、受験生の年にクリスマスを満喫してしまったとしよう、その場合来年また同じクリスマスがやってくる可能性があるんで、めっちゃ辛いですね。それはやっぱね、うん、避けてほしいですね、うん、今に見とれよと、来年見とけよっていうので、そっち側に俺も来年は入るぞってつもりで頑張ってもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。今年のクリスマス辛いと思うんですけど、我慢して来年の大学生のなった時のクリスマスを楽しみにしておいてください、はいはい、ちなみに自分にあのクリスマスプレゼントくださいって言うと、はい、宿題を出されるんで気をつけてください。ドサッと、だって受験に受かる可能性が一番高いのがサンタとしてはプレゼントとしてはね、やっぱいいかなって思うんで、愛情の裏返しですね、はい、そうですね、はい、ちなみにお正月とかだと鉛筆合格祈願、はいはいはい、入試までに使い切る、はい、おおめっちゃダメだよっつって、はいはい、勉強量足りない人だったら1パック渡される、めっちゃ多いですね12本使い切るよみたいな感じになるんですね、はい、で中森先生からのクリスマスプレゼントをしっかりみんな受け取って、はい、頑張ってください。はい、今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。